みたらしなな京地遺跡徳山港にある故郷、東陸日赤間宿にある故郷西線の石踏み奈、京地は、1863年の8月18日の、政変において、7人の公家が京都から追放された、事件。1863年、薩摩藩、藍津藩などの後部合体派が格索した8月18日の、 政変で失脚した、尊老上位派の七人の公家が京都を追放され、長州藩へと落ち延びた。なお、七名のうち、九行の列にあるのは、三条耳と三条西水友の両名だけであることから、二京語遊んといった言い方もある。同月24日には、彼らの官位が剥奪され、さらに、同年9月9日、彼らの意味名はそれぞれ、うちに改めさせられる。三条、 三ミ、三条西末友、四条高唄、東久世道富、三部本大佐、西木孝頼則りのり、沢信義。この七名は、長州藩兵に付き添われて、楽島にある妙法院に集結した後、兵図を経て、回路で、長州藩の三田尻港を目指した。途上悪天候のため、三隻のうち二隻が、徳山藩の徳山港に上陸し、ここから陸路、三田尻に向かった。 その後、西木孝頼よりのりは1864年に病没、沢信義は幾野の変で挙兵した後に脱出して、四国伊予小松藩周辺に匿まわれた後、長州に脱出、残る五教は第一次長州征伐の後に、筑前国田財布に移された。1867年12月、王政復古の大号令の前夜、長儀にて赦免され、 カニやイミナが服されると、沢信義は、外務卿、三条ミは、大乗大臣や内大臣、三条西末友は、三与や神宮採取、東世同記は、数密院副議長や、貴族院副議長となるなど、それぞれ、明治政府の養殖についた。広島県呉市の大崎下島三太良市地区には、 長州に落ち延びる際に5人の苦行が立ち寄ったとされる、屋敷がみたらし七教落ち遺跡として残っている。山口県下関市の桜山神社の参道脇には、5人の苦行が桜山小根城を参拝したことを記念する七教史跡石踏みが建てられている。他、徳山港には、1913年に建てられた五教東陸所石踏みがある。また、 三条耳らが、明治維新まで三年にわたって留め置かれた、太宰府天満宮の延寿王院は、現在鮭であるにし、高辻家の邸宅となっている。ありがとうございます。